ベトナム政府が2024年の VAT 減税提案に向けて国会決議案の策定を承認しました。VAT 減税提案の承認、ベトナム政府は2023年11月1日付で、財務省による2024年実施予定の付加価値税 VAT 減税提案に関する国会決議案の策定を承認しました。この決定は、経済成長と市民の負担軽減を目指す政府の方針を反映しています。決議案の作成プロセス、財務省は政府閣僚からの意見を聴取した上で本決議案の作成を行います。このプロセスは政策の透明性と効果的な実施を確保するために重要です。法務大臣の役割、法務大臣は首相から権限を委譲され国会及び国会常務委員会に提出する政府提案書に署名する責任を担います。これにより提案は公式な政府の立場として国会に提出されます。国会提出の手続き、政府は簡易手続きを通じて第6回国会に提案書を提出することを認めました。これは VAT 減税提案の迅速な審議と承認を目指すための措置です。 VAT 減税の最終決定、2024年の VAT 減税は国会の承認を経て最終決定される見通しです。この政策は国民経済に大きな影響を与えるため、その進展に注目が集まっています。最後に、ベトナムにおける VAT 減税の動向は、国民経済にとって重要な意味を持ち、今後の経済政策の方向性を示すものとなるでしょう。